クロアチア出身の山崎エレナさん内戦が激しかったクロアチアを離れ大阪で暮らして27年が経ちます学校がめちゃめちゃ高かったからお金がなかったからあの耳で覚えたいね流暢な大阪弁を話すエレナさんエレナさんは NPO 法人の代表などとして日本・クロアチアの両国で 文化・スポーツイベントを開催するとともにサッカークロアチア代表が来日した際にはチームに帯同し通訳もになりましたそんなエレナさんだからわかるクロアチア代表の強さとはゴールを目指して最後まで止まらない怪我があってもあのあ必ず点を取る今日もそれ見られると思います<ー> <laughs> だから日本はあのディフェンスも強くしてほしいけど 日本もそれをビビらずに、あのスペイン戦とかで見せた、その強さをあの、なんていう、サムライスピリットをあの見せたらええね、今日その一方、気が短く、気分次第で戦況が変わるというクロアチア代表。しかし、チームの要、モドリッチ選手は違うといいます。フィールドの中の中お父さんみたい

彼はすごい真面目本当にストイックですなんか小さい時からずっとご飯食べてる時でもテーブルの下でボール転がしたりとかバーって爆弾落ちてる中彼はせあのサッカーの練習してんねやそこまでサッカーが好きな子だから強いねさらに監督のズラトコダリッチさんのこともよく知っているそうで 愛国心の意思が強いところはね、大きな契約が来てたんやけどそれを断って代表のためにやる国のために従う神様のために従うで真面目で諦めないね長年日本で暮らすエレナさん今回の対戦を前に複雑な心境だといいますが気持ちとしては日本あの片方が ななんていうあのいいいうかなと思います日本ってすごいよやる気とかあの精神とか全然あの違うからぼちぼちこう育て,てきってた日本に今がそのバーンってベスト出すねその瞬間を大事にしてあげたいな予想スコアはクロアチア日本11の方があのベストだと思うわで PK 戦みたいな PK 戦やな PK 戦はな日本1対0勝つしかないな